こんにちは、平石彩子です。暖かな春が待ち遠しい今日この頃ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹、今回はますます便利になるマイナンバーカードについて詳しくご紹介します。また1月29日に三鷹図書館本館で行われた神沢敏子さんのお誕生日会の模様も合わせてご紹介します。清原市長の一言コーナーともども、どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それではまずはじめにマイナンバーカードについてです。昨年の1月に公平公正な社会の実現と国民の利便性の向上、そして行政の効率化を目的に、すべての国民が12桁の個人番号を持つマイナンバー制度がスタートしましたが、この個人番号の確認と本人確認を目的に交付されるのが個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードです。このカードがあれば、全国のコンビニエンスストアで住民票の写しや課税証明書などの証明書類の交付を受けることができますが、今年の7月からはサービスメニューがさらに増え、ますます便利になります。今回はこのマイナンバーカードのメリットや申請方法などについて、情報推進課の白戸課長にいろいろとお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。マイナンバー制度がスタートして2年目となり、この仕組みを利用した便利な機能やサービスメニューなどがさらに充実しつつあるようですね。はい、国や市区町村でのさまざまな事務手続きなどを効率よく進めるとともに、一人一人にきめ細やかな支援やサービスを提供するため、本人確認の仕組みとして誕生したのがマイナンバー制度です。はい、この制度のスタートにより、私たちすべての国民は12桁の個人番号、いわゆるマイナンバーを持つことになりましたが、マイナンバーカードはこのマイナンバーの確認とご本人であることを証明するためのものです。はい、マイナンバーカードはプラスチック製の IC カードで、お名前や住所、マイナンバー、そして顔写真がプリントされていますので、運転免許証やパスポートなどと同様にご本人確認の書類としても使うことができます。はい、マイナンバー制度の開始に先立ちまして、一昨年11月からは世帯ごとに紙製の通知カードを郵送いたしました。この通知カードだけではマイナンバーの確認しかできないため、手続き等の際には別途本人確認の書類が必要ですが、マイナンバーカードであればこれ1枚でできます。現在このカードがあればコンビニエンスストアのマルチコピー機から住民票の写しや課税証明などの証明書を取得いただくことができますが、はい、この7月からは国のウェブサイト、マイナポータルの利用が可能になるなど、今後便利なサービス機能が増えていく見込みです。マイナンバーカードの初回交付手数料は無料ですので、この機会にカードを作っておくと何かと便利かと思います。はい、マイナンバーカード1枚で様々なサービスがということですね。はい、今後具体的にどのようなサービスメニューが登場しそうでしょうか。はい、いろいろありますが、まずは身近なサービスからご紹介しますと、はい、三鷹市に本籍のある方なら、三鷹市外に住民票がある方でもですね、この2月2日から全国のコンビニエンスストアで戸籍謄本や標本などの証明書が取得できるようになりました。はい、今までは市役所に来ていただくか郵送などのお申し込みが必要だったんですが、2月2日からはお近くのコンビニエンスストアで戸籍謄本などを入手することができるようになりました。そして7月からはいよいよ国のウェブサイト、マイナポータルの利用がスタートします。このサイトはマイナンバーカードで国や市区町村の業務に関わるさまざまなサービスをインターネットを通じて広く利用できるようにするための大きなステップです。まずサイトでは行政機関が保有する自分の個人情報を確認することができるようになります。はい、また自分の個人情報が今どうなっているか、その情報へのアクセス履歴などを自分でチェックできるこの機能はですね、個人情報の適切な管理とマイナンバー制度における行政の透明性を高めるためのサービスでもあります。なるほど。
行政サービスもいろいろな手続きも、いずれはこのカード1枚で何でもできる、そんな時代がもうすぐやってきそうですね。はい、そうですね。現在三鷹市でも検討を進めているのが、マイナポータルを活用した子育てワンストップサービスです。これは子育てに関する行政情報や各種の支援サービスなどの案内を受け取ったりするもので、さらには子育て関係のオンライン申請も可能にするものです。はい、こうした手続きができるようになりましたら、また改めてお知らせいたします。はい、なお確定申告の電子申告、通称 e-tax の利用がすでに始まりましたけれども、将来的にはインターネットバンキングやクレジットカードとしての利用なども国においては検討が進められています。またマイナンバーカードをさまざまなサービスに使うための一例ですが、はい、例えば病院などで治療を受ける際に必要な健康保険証や診察券など、現在個別に使われているいろんなカードの統合なども検討が進められています。なるほど、まさに万能カードがいよいよ登場といった感じですが、それではそんなマイナンバーカードの申請方法についてご案内しましょう。マイナンバーカードの申請手続きはとても簡単です。まず一昨年の年末にお手元に届いた通知カードに同封されていた申請書に必要事項を記入し、これに最近の顔写真を貼って返信用の封筒に入れてご郵送ください。またスマートフォンなどで写真を撮り、インターネットでの申請もできます。もし通知カードを受け取っていない方は、市役所で保管していますのでお問い合わせください。申請手続きは以上です。申請手続きが終われば、おおむね3週間程度でカードが作成されます。交付の準備ができると、市役所から交付通知書が郵送でご自宅に届きますので、電話またはインターネットで交付手続きの予約をしてください。そしてその予約日に交付通知書と通知カード、ご本人であることを確認するための運転免許証などを持って、市役所第2庁舎4階のマイナンバー特設窓口へおいでください。なお、住民基本台帳カードをお持ちの方はこちらもご持参ください。以上がマイナンバーカードを取得する手続きです。お問い合わせはマイナンバー特設窓口へどうぞ。かいつまんで言えば、申請書を提出し交付通知書が届いたら市役所に取りに行くだけですから、とっても簡単ですよね。はい、インターネットでも申請ができますので、はい、この場合はさらに簡単です。この機会にぜひ一人でも多くの方にマイナンバーカードを取得していただきたいですね。はい、今後ますます便利になるマイナンバーカードを今のうちにということですね。はい、そうですね。ぜひこの機会に取得いただければと思います。はい、今日はいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。マイナンバーカードの交付についてのお問い合わせは、マイナンバー特設窓口へどうぞ。それでは次に、1月29日に三鷹図書館本館で行われた児童文学作家神沢敏子さんのご長寿をお祝いするお誕生日会の模様をご覧いただきましょう。市内在住の児童文学作家神沢敏子さんがこの日93歳の誕生日を迎えられ、このお誕生日会がアットホームな雰囲気の中で賑やかに行われました。神沢さんは熊の子ウーフやフライパン爺さんなど、世代を超えて今なお愛され続けているたくさんの作品で知られる児童文学作家で、この日が93歳の誕生日。バースデーケーキでのお祝いの後、参加者からのメッセージを記したアルバム、そして清原市長から長年の図書館への貢献に感謝状が贈られました。そして神沢さんの代表作である
熊野古運譜などのご自身による読み聞かせ会が行われました。パンと蜂蜜と目玉焼きでした。夫婦のお母さんは片手で卵をポンと割ってフライパンで上手に焼きました。それどうしたんだい。今めんどりさんにもらってきたの。ありがとうございました。それでは最後に清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆様こんにちは。三鷹市長の清原恵子です。ただいま三鷹市北の地域では東京外郭環状道路の工事が進んでいます。この工事は大深度地下に新しい道路を作る工事です。平成20年三鷹市では地元の皆様、そして無作為抽出で選ばせていただいた市民の皆様がご一緒に8月9月と中央ジャンクション三鷹地区の検討会を開いていただきました。このワークショップでは新たに作られる道路の二掛け上部空間を北野の里仮称として市民の皆様にご利用いただける緑豊かな、そうしたものにしたい、その思いが表明されました。平成21年には国と東京都がその北野の里仮称の思いを反映した対応の方針を示しました。そこで平成22年には街歩きを行い、平成25年には北野の里仮称の街づくりに向けたワークショップを行い、改めまして北野の里仮称の街づくりの基本方針を三鷹市としてもまとめました。さらにさらにその具体化を図るため、平成28年度には11月に2回、そして2月に1回とワークショップを開催しました。国、東京都、三鷹市の共同の開催で、地元の団体推薦の市民の皆様に加えて無作為抽出の皆様の熱心な議論が交わされました。緑と農を守ること、そして何よりも地域の皆様にとって憩える空間として、スポーツやまた公園の機能が生かされるように、さらにありがたいことにこうした上部空間の活用をしていくとき、管理運営極めて大事ですよという建設的なご意見もいただきました。市民の皆様にとってこの道路による新しい街づくりがその思いを反映するものとなりますよう、三鷹市でもしっかりとそのご意見を国や東京都に伝えてまいります。そして国、東京都とともに北野の里仮称の街づくりを市民の皆様とご一緒に力強く進めていきたいと思います。それでは北野の里仮称の街づくりにも皆様ご注目ください。またお目にかかります。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、寒さの厳しかったこの冬でしたが、早いものでもう3月3日はひな祭り、木々の芽吹く春ももうそこまでなんですね。それではまた次号をどうぞお楽しみに。